山陰近畿自動車道、山陰近畿自動車道、または、鳥取豊岡宮津自動車道は、鳥取自動車道と山陰自動車道の鳥取インターチェンジから京縦貫自動車道の宮津、天野、橋立インターチェンジまでを結ぶ、延長約 120km の地域港、規格道路である。高速道路ナンバリング、高速道路等路線番号では、京都縦貫自動車道、 三陰自動車とともに EQ が割り振られている。現在、三陰近畿自動車道と鳥取と洋化、宮津自動車道の両方が名称として用いられているが、沿線自治体、与佐野町以外や道路管理者である、国土交通省、京都府道路公社では、三陰近畿自動車道の名が使用されている、鳥取と洋化宮津自動車道を併記しているものもある。三道と、 京都立館道の中立ちを担う位置にあり、地域高規格道路ながら、高規格道路と同等の道路と位置づけられている。これら3つの自動車道が全通すれば、名神高速道路、大山崎ジャンクション、都府から中国自動車道、三重市付近、山口県までを結ぶ山陰地方を縦断する、広域道路ネットワークが完成することになる。以下、山陰近畿自動車道。 鳥取と大岡宮津自動車道の区間について述べる。鳥取県鳥取市、鳥取 IC と同市福部町、湯山、福部 IC を結ぶ約 12km の区間は事業化されておらず、事業名もない通称南北線。2015年度より事業化の前提でありルート等を決定するための計画段階評価に向けた調査費が計上された。 2018年度より、計画段階評価の意見聴取が開始されている。市長山バイパス、七山バイパスは、鳥取県鳥取市福部町、湯山、福部 IC から同県岩見郡岩見町本庄、岩見 IC に至る、全長 7.7km の道路、国道9号のバイパス道路である。なお、並行していた、国道9号の急道は2017年4月1日に、 国道の指定から外れ、鳥取県道43号鳥取福部線、鳥取県道328号福部岩見線となった。岩見道路は、鳥取県岩見郡岩見町本庄、岩見 IC と、道町陸上、東浜 IC を結ぶ、全長メ7 k m の道路、国道178号のバイパス道路である。2008年度に、 都市計画決定及びルートを決定し、2009年度から設計と用地買収を開始した。2010年度から着工し、岩見 IC から浦富 IC の区間については2016年3月26日に開通。浦富 IC から東浜 IC の区間については平成30年代前半に供用開始を予定している。東浜いぐ道路は、 鳥取県岩見郡岩見町陸上、東浜 IC と兵庫県三方郡新温泉町位、組、巨組 IC を結ぶ全長 3.5km の道路、国道178号のバイパス道路である、難所と言われる奈良坂8峠をトンネルで越えるために作られた。2008年11月24日に全線の供用を開始した。なお、並行していた、 国道178号の旧道は、国道の指定から外れ、鳥取県道256号陸上祝い線、新温泉町道、岩見町道7坂8峠線、兵庫県道128号行くみ湖井、組停車場線となった。浜坂道路2、e、期は、まさか道路2きは、兵庫県三方郡新温泉町行くみ、組 IC と、 道庁と千田に、新温泉浜坂 IC を結ぶ、全長 7.6km の道路、国道178号のバイパス道路である、2018年3月30日に国土交通省で事業化が決定された。浜坂道路は、兵庫県三方郡新温泉町と地に、新温泉浜坂 IC と、同県三方郡上町霞区みくあまる,る IC を結ぶ、 全長9 8キロメートルの道路、国道178号のバイパス道路である。2017年11月26日に、全線の供用を開始した。なお、並行していた、国道178号の旧道は2018年4月1日に、道の駅アマルベの北方、民宿旅館川戸屋の前アマルベ IC 館を除き、国道の指定から外れ、 兵庫県道167号浜坂停車場線、新温泉町道和佐市町福富線、兵庫県道263号武田指美線、新温泉町道二日、宿都線、兵庫県道257号山田新温泉線、兵庫県道261号赤崎九谷停車場線、新温泉町道九谷桃館線、上町道余部浜坂線、 国道178号アマルベ支線となった。アマルベ道路は、兵庫県三方郡上町霞区アマルベ、アマルベ IC と、道区、森、霞 IC を結ぶ、全長 5.3km の道路。国道178号のバイパス道路である。2010年、平成22年12月12日に、全線の共用を開始した。なお、並行していた、 国道178号の旧道は、国道の指定から外れ、兵庫県道4号霞村岡線となった。霞道路は、兵庫県三方郡上町霞区、森、霞 IC と、道区、下岡、スケシン IC を結ぶ、全長 6.2km の道路、国道178号のバイパス道路である。2005年3月27日に、 前線の強要を開始した。なお、並行していた国道178号の旧道は、国道の指定から外れ、兵庫県道256号三河下岡線、上町道下岡霞線、現、上町道札下岡線、兵庫県道11号上久美浜線となった。兵庫県上町霞区下岡助信 IC と、府県境を結ぶ。 ロ2 2トルの区間は事業化されていない。2016年度より計画段階評価が実施され、2018年3月に対応方針案が策定された。北、近畿と八日自動車道との接続が構想されている。府県堺と京都府京丹後市峰山城新町、大宮峰山 IC を結ぶ、ロ1 9トルの区間は事業化されていない。網 IC から、 京丹後市峰山城新町、大宮峰山 IC までの区間、延長約 8km は2005年に調査区間とて、指定されており、隣接する大宮峰山道路とともに、計画段階評価も実施されている。なお、網の IC から大宮峰山道路、野田川大宮道路、宮津与さ道路を含めて、宮津甘の橋立 IC に至る、 区間延長約 22.6km については、道路規格を第一種第三級、設計速度時速 80km、完成4車線として199年4月に都市計画が決定されていたが、2003年度に策定された地域高規格道路の構造要件の見直しを踏まえて、 2006年12月には、その時点で事業化されていなかった、与謝アの橋立 IC 北区間 16.5km 区間について、早期供用とコスト縮減を目的に、第3種、第2級、設計速度時速 60km、完成に車線へと事業規模を縮小したほか、ルート見直しにより道路延長も 16.9km へと、都市計画が変更された。 しかしこの結果、日本海国土軸を一翼をなす、山陰近畿自動車道全体、延長約 120km のうち、網の IC から、与さあの橋立 IC までの区間のみが低規格での整備となることで、広域ネットワークのボトルネ区間となってしまう懸念が生じた。このため2015年3月には、都市計画を再度変更し、道路規格を第一種第三級、 設計速度を、時速八十キロメートルにそれぞれ戻し、道路曲線半径と、道路勾配を一部見直したほか、京丹後大宮 IC よさあまの橋立 IC 間、延長約四点三キロメートルについては、完成2車線から完成四車線へと見直された。大宮峰山道路は、京都府京丹後市京丹後市峰山町新町、大宮峰山 IC と、同市大宮町、森本、 京丹後大宮 IC を結ぶ全長 5.0km の道路。国道312号の一部である。2015年度より国土交通省による直轄権限大港にて事業化された。野田川大宮道路は、京都府京丹後市大宮町、森本京丹後大宮 IC と、道踏みあずし鈴、与佐浜の橋立 IC を結ぶ全長 4.3km の道路。 国道312号の一部である。2005年度に事業主体を京都府、自宅志向を京都府道路公社として事業化された。前述の通り事業化後に2度道路規格を変更。2016年10月30日に暫定に車線での共用を開始。宮津与座道路は京都府宮津市鈴、与佐浜の橋立 IC と同市北。 宮津天の橋立 IC を結ぶ全長 6.4km の道路国道312号の一部である宮津天の橋立 IC で京都縦貫自動車道綾部宮津道路と接続する2011年3月12日に全線供用を開始したなお事業名は宮津野田川道路となっていたが京都府では事業中より通称名として 宮津ず佐さ道路と呼称してきた。地元では、よさがなまった、よ佐と発音されることも多く、東道路名も同様の故障が正式に採用されているが、伝統的な故障は、よさである。よさについて、由来や、成立の詳細は、よさ郡を参照のこと。共用開始時点により、暫定2車線、片側につき1車線で共用されている。 全長 6.4km のうち、トンネルが約 4.2km、橋梁が約 0.7km、契約 5.0km を占めている。休憩施設として沿線に、道の駅を設置している。道の駅機、南瀬、岩見、道の駅山陰海岸、ジオパーク浜坂の里、道の駅や丸部がある。24時間交通量、大道路交通センサス。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。